ます。これが最後ですよね。これが一番難しい質問で、共産党の都議会議員も区議会議員も議員活動をやっていることについての個人的な苦労を考えますと、議員になることは決して魅力的な仕事というふうにはどうなのかなと、まあ相当大変ですよね、やっぱり。でも一つの仕事をやり遂げてたった一人の相談者でも本当に助かりましたと言っていただけた時には、はあ、やっぱり共産党の議員自分がやっててよかったなということと、まあ、この人にとって私が必要とされたと、この喜びっていうのはやっぱり他のものでは買えられないわけです。お金で買えないわけですから、まあ、これが一番共産党の議員の、まあ、やっていての魅力というか喜びだと思います。で、本質的には共産党に入っている方、党員の方の、まあ、魅力として感じるとすれば一番はそれだと思うんですよね。議員でなくてもいろんな方の相談に乗って必要なものは役所に行ったり議員にお願いしていろんなお世話ができると、その人に喜ばれるということがやっぱり人生の中でね、そう人に喜ばれて褒めら喜ばれることはそうないんですよ、意外とね。ですからそういうことが一つの魅力だと。じゃあ共産党ってそのものって何なんだと、ここがね大問題なんですけども、私遠い未来のことはねいろいろ夢見ますよね。本当に人間って平等になれるのかとか、仕事が早い人も遅い人も同じ給料もらってていいのかなとか、いろんなこと考えますよね。これは今の世の中で仕事が結構きついからそう考えてしまうんですけど、将来はそういう時代じゃなくなる、もっとみんなが自分の力を発揮できる世の中になるのかもしれないと思います。ただそれは夢見てることであって、私たち共産党が今頑張ってる目の前の現実ってもっとすごくシビアなものですから、やっぱり今皆さんが苦労していろんな問題を抱えてますよね。それがなんで大人の社会なのに解決できないのかって子どもさんから見ても不思議だと思うんです。大人同士はこんだけ論争しても解決なかなかできないと。この問題を一つ一つ解決していくっていうのが共産党にやっていての一番のね醍醐味といいますか、この地域の例えば道路が計画されているけれども作ったらどういう問題が起きるんだっていうことを一生懸命調べて考えて、そのことをしかるべき場に繰り返し繰り返し粘り強く訴えて、最後にはその計画は役に立たないものは見直しをさせるというところまで持ち込むと、これもう本当に時間が今まではかかってきましたけど、こういうことをやっていかないと次の時代に行けないわけですよね。だからそういう問題を解決してみんなの力を合わせるということができる、私政党としてはね共産党が今のところそういうことを頑張ってきた政党だと思います。そういう点では何て言いますか、やりがいのある政党の活動だなと思って、魅力に感じてやっているということでよろしいでしょうか。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では実はちょっと時間をオーバーしているのですが、終わりにしていきたいと思います。で、投票日はですね、なんと明後日の7月2日です。ぜひ今度の都議選は北区はそれはじめさんをよろしくお願いします。で、はい、はい、では曽根さん、ぜひ当選をために選挙戦勝ち抜いてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。走って頑張れ、走って頑張れ、十条守ろう。どうもありがとうございます。十条守ろう、はい、どうも。またピアスで頼むよ。期日前、期日前で曽根さん入れてきたから。よろしくお願いします。
ます。ありがとうございます。長い時間この十条駅前で曽根一さんのお話を聞いていただきましてありがとうございました。今日はこの場所でこれで終わらせていただきます。曽根さんはこの後、帰宅を回っていきますので、どうぞ皆さん応援してください。ありがとうございます。